今日はですね、あの先々週に予告したように、あのハイキーとローキー、それとオーバーとアンダーの話っていうのを今日させてもらうと思って、まずこう用意したんですけど、これワンちゃんの写真3つありますね。何が違いますかね。これね、背景が違うんですよ。これは黄色い背景、これは真っ白の背景なんですよ、実は。で、これは真っ黒い背景紙で撮ったと。で、今あのインターネットで僕もそのいろいろ調べてみたんですけども、背景とローキーの話っていうのが、写真のオーバーとアンダーの話と実はごちゃ混ぜになって話されてるんですね。で、オーバーとアンダーっていうのと背景とローキーっていうのは実は全くあの違う指標なんですよ。ただ写真表現する場合にそれがあの混同されて使われてるんで、ここ皆さんにはもう正確にこの話をちょっと聞いていただきたいなと。もう一回今整理しますと、これは黒い紙を背景に置いてるんですね。黒だから反射率とすれば、まあ、0% ではないですけど、まあ、5% ぐらいしか光が跳ね返ってこないと。で、こっちは白で、これはまあ 90% ぐらい光が跳ね返ってくるんだと。でもこれシャッタースピードとあのシャッター時間、あの露光時間は同じです、実は。だからよく見るとワンちゃんの耳とか顔はほぼ同じでしょう。多少照り返しの関係とかもあってちょっと違って、まあ、プリンターの関係もありますけど、同じ明るさで撮ってます。で、同じワンちゃんです。で、全体像の中が黒っぽいものばっかりで構成されている映像をローキーの映像っていうんですね。ローキーっていうんです。で、全体が白っぽいもので作られている映像をハイキーっていうんですね。ここまでいいですかね。で、写真をこう自分で構図を見たときに、皆さん例えば風景なんか撮る場合にこう森とかですごくローキーな、全体的に黒っぽい、例えば黒い木の幹に緑の深い緑ね、その新芽じゃなくてっていうのはこのローキーな映像なんですね。で、逆にあの白い花を中心に後ろももうすごく明るい映像で撮ったりするのはハイキーっていう映像ですね。で、これは今ワンちゃんの映像がほぼ同じ、ここだけ見ればほぼ同じですね。同じライトで同じシャッタースピードと絞りで撮ってますから、あのワンちゃんに当たってる光は同じです。ただ見た目が違って見えるのがそのハイキーとローキーの違いですね。で、オーバーとアンダーっていうのはどういうことかっていうんで、今別の写真を用意してます。これですね。で、こっちはオーバーで、こっちはアンダーって言うんですね。だから同じ映像に対してオーバーとアンダーっていうのは全然別個の指標として存在してるわけです。ところがなんかこうアンダーで撮るのをローキーって言ってるのがものすごく多いんですね。で、これ黄色でもここほとんど白飛びしてますね。この関係分かりますかね。これはオーバー、明るすぎる。で、こっちがほぼ適正露出です。で、こっちはアンダーで、まあ、どんどん写真撮りたい方は写真撮ればいいですよ。ただあとまだこっちにも貼りますからね。まだあの完成じゃないんですけど、いいですよ、どんどん撮ってください。で、じゃあ白っぽい背景のオーバーとアンダーはどうなるか。こんな感じになります。
だから真っ白い背景でオーバーに撮るともうここ白飛びしてますけども、こんな感じでこうアンダーにすると色目、これ黄色でこっち白、黒はいわゆるあの有彩色と無彩色っていうあの違いもあるんですけども、こっちはもう一度確認しますけど、背景全体的に白が多い映像ですね。でこっちは全体的に黒が多い。ちょっと黒も貼ってみましょうかね。え、写真撮った方が分かりやすいですか。でこういう比較ってあまり見たことないかもしれないですけど、黒やったらもう 5% ぐらいしか反射、あの全体的な反射がないけども、露出はこれ同じです。言ってみればですね、これとこれ、これは横の3倍は同じ露出です。こっちはローキーですね。あ、ローキーじゃない、アンダー、こっちはオーバーで、こっちがローキー、こっちがハイキーと言われるもので、じゃあ皆さんもあのよく一眼レフカメラお使いですので、どれだけ絞り値変えてますかね。絞り値というのはこの場合シャッタースピードですけど、皆さんどうですか、これどのくらい違うと思いますか。同じ分だけこの適正露出からオーバー目にどんだけ、アンダー目にどんだけ、噛んで答えてください。 F 値ですね、まあ、F 値なりシャッタースピードを何倍上げたか、何分の1にしたかと。いや、噛んで好きに行ってみて。全然わかんないですか。で、これ今ね、あの最初僕実験した時に適正値から2段階明るいのと2段階暗いのでやったんですよ、最初。そうするとあまりにも真っ暗とあまりにも真っ白になっちゃったんで、これはあの別に絶対的な指標じゃないですよ。一絞りと3分の1変えてます。一絞りと3分の1変えてます。昔ね、アナログ時代は半分ずつ動いたもんなんですね、絞り値でもシャッタースピードでも。でなぜかデジタルになったら3分の1刻みに動くようになったんで、カメラの設定でそれは変えられるんですけど、あの僕が今言いたいのは自分の作画意図で細かく設定を変えてほしいってことなんですね。で一般的にこういうローキーな映像を撮るときはアンダー目で渋く撮る方がいいよっていうのを、あのローキーの写真はアンダー目に、ハイキーの写真はオーバー目に撮るっていうのを混同して、ハイキーな写真はこれだ、ローキーの写真はこれだっていう感じでインターネットに書いてあったんですよ。でも元々あの実は全然違ってて、あのこれ9枚あるように全然別の指標なってことなんですよ。ただしここで皆さんも注意していただきたいのは、ほとんどの一眼レフカメラは中間的な明るさのものを中間的な明るさで撮るように露出っていうのを決めてるんですね。ですから暗いものをそのローキーな映像をそのままオートで撮ると、どっちかっていうとオーバー目に映ってしまいます。で逆にハイキーな映像をオートで撮るとアンダー目に映るんで暗くなります。でこの暗くなった時に一番やっぱ困るのは、人物を撮った時に肝臓の悪い親父みたいな顔色になってしまうことなんですね。このワンちゃんもなんかちょっと肝臓が悪そうでしょ。どっちかというとこう明るく撮りたくなるじゃないですか、こう表情豊かに。でまず
皆さんにもう一回確認してほしいのは、オーバーとアンダーの指標とは全然別個に、撮影する被写体の全体像の黒い部分が多いのがローキーな映像、白いのが多いのがハイキーの映像と。でそれをどういうふうに表現するかっていうのは皆さんが決めればいいんです。ただその時にオートに任せるとこういう路線に行きがちです。暗いものはなるべく明るく、明るくというよりも中間調になるように撮ろうとしてしまう。あ、これか、これ間違えてるね、これでこれね、これ逆やね、失礼、はい、もう一回写真撮り直しですよこうやね、このワンちゃんほら、これは明るく、これ後ろの黒い髪のこれ折れ曲がってるところで反射具合で色が変わってるんですね、これよく見ると。だ同じ黒って言っても全部ベタッと黒くなるわけではなくて、多少こうグラデーションが出るんですよ。でもう一回言うと、こういう風に映ろうとします、そのカメラのオートっていうやつでやる。ですから、はい、どうぞ。白い場合ね、はい、アンダーに普通やったアンダーに出てくるでしょ、はい、露出圏の、はい、露出も、はい、だから白い場合にはこのアンダーを解除するためにプラス補正、プラス補正するってことですか。そうです、の方がいいと。そのプラス補正もあのどのくらい補正するといいかっていうのは、まず自分がどういう写真を撮りたいかが大事です。でその自分が撮りたい写真になるように調整すると。でそれがよく分かんないときは何段階か振ってください。でやっぱり自分の好みがありますから、その好みが分かってくると、じゃあ俺はこの場合だったらプラス2補正しようとか、プラス1補正でいいよっていうのは自分の中で作ってほしいんですよ。それをオート任せでやるっていうのは、やっぱり自分が作りたい絵に対してのアプローチとしては良くないんで、できればこの講座1年間受けた時には、もちろんオートで撮ってもいいんですよ。あの中間調やったらオートでほぼ間違いないんで。ただ中間調においてもですね、自分は基調的にこうアンダー目で撮りたいんだ、あるいはオーバー目に撮りたいんだというようなことは自分自身が決める、いわゆる5段階のうちの企画ですね。その企画を実現するためにプラス補正とかマイナス補正っていう技法を使うわけです。ただカメラの構造として全体的なものを反射率 16% っていうのが一応標準とされてるんですけど、カメラはそれに合わせようとします。でカメラによってはあのマルチパターン速光とかまたいろいろ別の指標もあって、あのちょっとややこしい部分もあるんですけども、基本はほとんどの世の中のものは真っ白でもないし真っ黒でもないと、平均的に 16% でに合わせるようにするんで、黒いものは明るく、白いものは暗く映りがちであると。でこれ今日朝うちのスタジオでちょっと簡単なライティングを作って見て分かる、あのここに影が出てるんで分かると思いますけど、 こっちの左の上から柔らかい光を当てて、シャッタースピードを標準から一絞りと3分の1明るく、で一絞りと3分の1暗くっていう形で撮ったのがこの映像です。で皆さんね、このヒストグラムって分かりますよね。これヒストグラムって言います。でヒストグラムは皆さんのお使いの一眼レフカメラには 99.8% ついてるはずです。でコンパクトデジカメにもついてたりします。ただこれ見たことない方多いんじゃないかな。見たことないですか。でこれどういうことかっていうと、これあの写真と全然関係ないですね。身長、これあるクラスの身長を145センチの人は何人、150センチの人は何人っていうのをこうグラフにしたと。そうすると大抵まあこういう正規分布っていうのになるんですけども、私たちが今デジカメでやるヒストグラムはこれとちょっと違います。どういうふうに違うか、あのサンプルを印刷してきたんで、ちょっとねこれまた小さくて申し訳ないんですけども、ヒストグラムの例っていうことでこういう表を今持ってきました。ちょっと小さいんですけども、適正露出の場合はこの正規分布っていうんですけど、左右ちょうど左右
同じような形で明るい映像が多いのはこれですね。あ、はい、明るい映像が多いのは右側のパターンで、暗いのが多いと左側のパターンになるとなるんですけども、これ見たことないですかね。何のためにあるんやろうと思ってたかもしれないですけども、その撮った映像を自分ですぐ確認もできるんですね、デジタルカメラの場合は。で、私は最初に一眼レフデジカメを手にしたのが1998年ぐらいだったと思うんですけども、あのフィルムからデジタルになった時に、その現像しなくていいとかなんとかっていうメリットもすごく感じたんですけども、カメラの中にですね、このヒストグラムっていうのが出てきた時に、これはすごいことが起こったなと思ったんですね。それどういうことかっていうと、カメラって僕らが操作して押してフィルムに光を露光させると、それがカメラですよね。で、カメラっていうのはある意味何も物言わないじゃないですか。この写真は良くないよとか、ちょっと明るすぎるんじゃないよとか言わないじゃないですか。ところがこのヒストグラムが出てきた時に、あ、カメラが僕らに意見するようになったなっていうふうに感じたんですよ。フィルム自体はもうただフィルムにこうだって僕らが一方的に言うだけですけど、ヒストグラムができた時点である意味カメラが知性を持ったなっていうふうに思ったんですね。で、そのカメラがせっかく知性を持ったんですから、皆さんも今後のその作画活動においてはですね、そのヒストグラムっていうのも多少意識してやってて、あの作画糸を乗せて、その時に頭の中にイメージしてほしいのは、全体的に暗いローキーな映像、ハイキーな映像、それを自分なりにオーバーな写真で表現するのか、アンダーな写真で表現するのかっていうのを考えて、ヒストグラムを見ながらこういう風に撮った方がいいんじゃないかなというのを考えて、撮影してもらったらいいかなというのが今日の、座学です。